ギプスは骨折、人体損傷などの治療において患部が動かないよう、外から固定、保護し、安静を保つために用いられる、包帯材料もしくは包帯法の略称で、整形外科などの医療機関で使用されるものである。ギプスなきところに整形外科はないと称されるように、整形外科にとって重要なアイテムである。ギプス包帯は小石膏粉末と綿布を組み合わせ、 それを水に浸すことで、水和反応により凝固する性質を利用したものである。安価であるが、重く、完全効果に時間がかかる、X 線を通しにくいという欠点もある。近年はよりスピーディーな処置と強度が得られることから、水構成樹脂を含んだガラス繊維性のものが主流となりつつある。上腕骨下上骨折に対して用いたガラス繊維性。 ロングアームキャストデラックス二百二十ビット撮影属、関節外側人体損傷に対して用いた、石膏清掃トレックキャストデラックス二百二十ビット撮影日本語の、ギプスの語源は、ギプスである。日本で、しばしば発音されてしまう、ギプスは誤り。十九世紀の半ば百五十二年の、イギリス・オランダ戦争において、オランダの軍医であったアントニウス・マタイセが、戦場で、 骨折や重曹を負った兵士を早期に搬送するため、幹部を石膏を含んだ完熟体で固めたのが始まりとされている。もともとはメソポタミア文明時代において、幹部は収めた木枠に石膏泥を流し込み固める方法が行われていたものを改良し、処置の迅速化を図ったものである。日本においては小沢トヨタがギプスの製造に初めて成功した。 その後は看護婦らが完熟包帯に石膏をまぶして作成する金井手工業的なものであったが1955年に国産初の石膏ギプスを東京守る材研究所が市販開始し普及した。現在では医療現場からの要求により技術開発が進みガラス繊維製の寄付に 水構成ポリウレタン樹脂を振幅無させたガラス繊維、キャスティングテープが主流となっており、石膏ギプスは、儀式装具の再型用として使われる程度となりつつある。変わった使い方としては、映画などの特殊メイク作成時に、顔や体の型を取るのにも用いられる。聞き手などの強制のために、親が子供に対して、ギプス装着を強制する使用例もあったが、 現在このようなことをすると虐待とされる。まず装着部位をよく観察し、皮膚の損傷等がないか確認して問題があれば、皮膚や繊維廃液などの処置を施す。固定部の C が適切かを確認しつつ、ストッキネットなどの下管剤を装着させるが、神経が浅いところを走行しているところや、くるぶしなどの骨が出ているところなどは、圧迫による麻痺。 二次的損傷を防止するため厚めにパッドなどを当てておく。助手に c が変わらないよう保持させながら医師がギプスを巻き込んでいくが、安静を保てない乳幼児などに対しては鎮静剤や全身麻酔などを使用することもある。ギプスは転がすようによくモールディングしながら巻いていく。術後の消毒など観察が必要な部分や不必要な部分をカットし、 主張の進むことが予想される場合は減圧のため割を入れる。ギプスから出ている部分を痛めないように端部の下管剤を折り返したりテープで保護するなどの処理をした後、特に骨折などの際には X 線撮影を行い制服用を再確認する。水構成樹脂を使用したものでは30分もあれば、ほぼ完全に硬化するが、石膏ギプスの場合は完全に乾燥するまで、 およそ48時間を要するため、その間は過重などにより壊れやすく注意を要する。乾燥後も、水分や合成にかけもろいため破損に対して注意が必要である。なお、乾燥中は、気化熱により、体温を奪いやすいので、反応熱が収まってから毛布などで保温する。長期にわたり使用すると、固定された部分の筋肉が萎縮する。また、関節の拘縮や強直。 骨の萎縮も起こりうる。そのため、ギプスを取った後は、リハビリが必要になる。使用期間については、損傷部位や年齢などに依存するため一概には、言えないが、必要最上限に留めることが望ましい。場合によっては、装着期間が数ヶ月に及ぶケースもあるが、近年は、積極的に強固な打ち固定や、障害固定を行うことにより、 ギプスの使用期間を短縮もしくは全くなくしてしまう傾向にある。また長期間の装着で皮膚が蒸れてくるため必然的にかみも起きてくる。ギプスそのものを外すことは当然できずギプスの上から部分浴をする意味もない。そのためギプス装着者にとっては細い針金などで装着部と皮膚との隙間から中を描くことが唯一の対処法になる。つまり針金が 孫の手のような役割を果たしている。しかし異物がギプス内に残ってしまったり、皮膚を誤って傷つけるなどのリスクがあるため推奨はできない。そのため最近は清涼、沈下油成分を含んだスプレーが市販されている。取り外すときはブレードを振動させてギプスを切るギプスカッターやギプス等などを使用する。ギプスカッターは振動による摩擦で硬いものを切るものなので、 皮膚などの柔らかいものはまず切れない。また、ガラス繊維性ギプスの普及により、超音波を用いたカッターも登場している。このカッターは、従来のものに対して騒音が少なく、患者の恐怖心を抑えるのにも有用である。皮膚に硬化剤を塗布もしくは心服無させたものが、市販されている。ありがとうございます。